第2章話はそれだけか平次はもどかしそうに聞きました八五郎が陶酔していると話は再現もなく長くなりそうです一通り人相も聞きましたよ声は高え方声は少ししゃがれて色明かしのしゃがれっなどは色消しだな男のいいのはどうかすると声の悪いもんで。 おめえのようにどうしても節のつかねえ歌を歌うやつは男がいい。まあそんなこと。ところでそのエテモンスすがね。紫色の小袖に成功の袴細身の大将まるで保証喫茶か白井ゴン八じゃねえか。いい男だったそうですよ。他のばあさんは達者だから白状しなきゃ先生に言ってやるとかなんとか散々脅かした末おしのはようやく口を開いたそうですよ。 妙見様やお稲荷様の使い姫でも何でもねえ。夕方、っぷちで2、3度あって確かに口を聞いたから怪しい人であるはずはねえ。3度目、西両国の知り合いに行ったけいり薄暗くはなるし雨は降ってくる。心せくまま松倉へまがろうとすると、あの若しが下駄を踏み切らしてお屋敷の塀の陰で並行していたといいます。絵から抜け出したような金たちが、しりっぱ処理で。 裸足でで駆け出せるはずはずねえでしょう江戸の住人たちは乗り物には不自由をしてもはもとに糸や紐ぐらいは忍ばして大した不定裁もなく履物や雨具の処置をしたのです若衆はそのたしなみを忘れてか白い顔を雨に打たれたまま放じ果てているとちょうどそこへ通りかかったおしのが竹比べの緑のようにたもとから紐を出し と放って逃げ出そうとしたのは行きずりの若い男女のたしなみでもありましたそれから二日目おしのがまた両国へ行った帰り薄暗くなってそぞろに急ぐ路地の中でまたこの若手に会ったのです「いつぞやはありがとうございましたその説はおかげで恥をかかずに済みましたほんのお礼の心持ちばかりお納めくださるでしょうか」。 そう言って取り出した副砂包み、後で開けると丁寧に巻いた紅白の紐が入っていたということです。まあ、そのように遊ばしては、と押野は夕焼けのように真っ赤になって自分の家に飛び込みました。家の中からは鋼鉄のように冷たく、石ころのように頑固な父喧騒の死の玉は崩れのした声が聞こえるのです。 それからどうした八五郎の話術に引き入れられてバカバカしいとは思いながら平次はその後を促しました。あしなら三度目は口説いて四度目には夜逃げの相談をしますよ。誰がおめえのことを聞くもんか。そう安直なことを言う八五郎は三十になってもまだ閉じ蓋がありません。おしのは時々外へ出るようになりやした。受けじゃねえが学者の娘が。 ぬけぬけと夜遊びもできねえでしょう。ほかのばあさんがあの手この手を用いて聞いても容易に言わなかったが家出をして日本一の不幸娘になる気になったおしのですものそれからどんなことになったがあっしにも見当はつかねえ。第三章八五郎の話は続きました。哀れな話じゃありませんか学者の娘で親孝行なおしのが少しばかりの荷物を持って家出をする気になったということは。 ひどく湿っぽくなったじゃねえか。カシトラのかかわり合いになる女は、親孝行をかんざしの耳とも思っちゃいませんが、おしののような娘は、死ぬ気でなきゃ道行きなんかできねえことですね。持ち出した小風呂敷包みも合わせ一名と、下着が二名、小道具が少し。 後で見るとうちへ残した汚れ物はきれいに洗って折り目をつけて畳んだまま人に見られて恥ずかしいものはみんな焼いてしまって塵り一つ残っちゃいません。それほどの心がけの娘をうまうまと誘い出した男は誰だそれが分がりゃ首根っこをつかまえてきて貼り付けにあげますよ。おしのはどうせ悪者に取られるほどの金を持ち出したわけはねえ。平次も妙にしんみりしました。 こういうい八五郎が涙ぐむのも無理のないことですところが本所中のいい娘を吉芸にしたその得手者を誰も見たことがねえんで手のつけようがありませんいずれはコリオウケイの仕業かなんかでしょうがなんだいコリオウケイというのは狐やタヌキの軽妙ですよケーはいいなところでおめえの話はそれでお知えかコリ妖怪じゃ俺の手に負えねえが 悔しいが、怪物は尻尾をつかませませんよ。何としてもこいつは放っちゃおうげねえ。下っ引きを精一杯繰り出して、本所から向こう島へかけて噂を集めるこった。ところで俺の方にも、土産話はあるんだよ。へえ。お分はどこへも出かけなかったようですが、タバコを吸って腕組みをしていても、お土産は向こうから飛び込んでくるよ。へえ。向こう島の人形師、 の娘おひなあの行方しれずになった妹娘だがあの子を江戸で見かけたもんがあるんだよおめえもそこまでは気がつくめえがへえそんなことがあるんですかねもっともあの娘はまだ十三かし上げの取れねえ小娘だからおしのと違って男に誘われて飛び出したとも思えねえが兄さんちめえ浅草の人ごみん中であの娘を見かけたものがあるんだよ 声をかけるとふと振り返ったがあっという間に消えてなくなったそうだこれをおめえはどう思うたった一人ですかそれはなかったというよ駆け落ちにしちゃ年が若すぎるが門分かしのくせンがその娘の後についててひもつきで泳がしていることもあるわけで何が面白くってそんな危ねえことをするんだ人に見つかったら底辺じゃねえか現に誰が見つけたんです土地の人さ あの人形師の細工場は川を越えて浅草にあることはお前も知ってるはずだ。あんな綺麗な娘だから馬道から観音様の前へかけてあの姉娘は大勢のもんが知ってる。見たのは土地の人だがその話を小耳に挟んだのは地回りの下っ引きさあんざらの嘘じゃあるねえと思うよ。平治の話には思わぬ発展があります。第4章人形師の娘のおひなが。 本当に浅草にいたとすればこれはいろいろのことを考えさせますあの娘は訳があって父親の家を飛び出しつい目と鼻の先に姿を隠したのかもしれませんね八五郎もなかなかうまいことを言いますそんなこともあるだろうよあの人形師は行き届きすぎて職人らしいところがねえから一緒に住んでいる者にとっちゃ随分うるせえ人間にちげえねえ平 人形師京極の折り目の正しい挨拶や型にはまった生活ぶりに何やら不安なものを感じているのです。人間はこちラのように絵の崩れた方が付き合いいいわけでおめえなどは折り目がなさすぎて困るがそれからあれほど人気のある人形師のくせに絵が下手すぎるよ。随分うめえだと思いましたが向こう島の土手で お野の死骸を写生した時の人形師京極器用な筆使いの滑らかな負債を思い出して八五郎と平次は全く違ったことを考えている様子でした「俺は絵のことは知らねえが浮世絵を描いている友達は23人ある京極の絵は一応うまそうに見えるけれど妙にこね回してこしらえ上げた絵だ」 かえそうにあんな絵で死に顔をかかるじゃおしのも浮かばれめえよ器用らしくは見えるが精細の気も何にもない悪く塗りこくったデッサンのきっかいさは平治の目にも異様なものに見えたのですでもあのおひなという娘は父親の京国によく似ていたじゃありませんかあれは他人じゃありませんね姉のおしまには少しも似ちゃいねえが姉のおしまは母親にで 妹のおひなは父親にかもしれねえよそんな姉妹は世間によくあるもんだそれにしても不思議なことがあるもんですね人の目に立つほどのいい娘が4人も5人も江戸から姿を隠して門脇かしの道中にだれも気のつくものがねえというのはきれいな鳥をカゴに入れて持って歩いても人目につきますよまあ、して人間の美しい娘が八五郎の例えば 奇抜でしたが江戸時代は交通機関が限られており美しい娘が幾人も幾人もかき消すように見えなくなり四人までも死骸も見られないということは想像もされない事件だったのです江戸の人口は徳川時代と言ってもかなりの増減があり家康入国当時はせいぜい2、30万元禄期で5、60万関西から京歩 下って文文化度で100万以内、維新前後は一時それも50万に下がったと言われておりますその上5人組や民法の関係が今日とは比較にならぬほど整頓しており町の半分は武家屋敷でそれはまた別に人別も配給もあったわけですから江戸という町は今日の人が考えたような そんな乱雑な都市ではなかったのです手があるよハチ平次は不意に膝をたたきました綺麗な娘が行列を作って江戸へ飛び出したというわけでそんなことができるもんか海だよ海大川を下れば海だ娘たちは海から運ばれたんだよ船番所はあったところで釣り船や橋家はおめこぼしだそれに気がつかねえということは。